2月19日水曜日はパラスキー場に来ています。おととい夜から降り続いた雪でゲレンデの積雪90センチから120センチまで回復しました。まあ、全体的にかなり白くなりましたね。昨日この山麓部分、おとといですね、おとといの山麓部分すごい土まみれだったんですが、今真っ白になりました。今第一ペアパラレルリフトに行っています。ここまだオープンしてないんで圧雪とかしてないんですけど、まあ、土は、しっかり全体的に隠れた感じになってますね。ユーザーパークとか中だと思いますけど、ちゃんと真っ白になってますね。今中央クワッドリフトに乗りました。しっかり雪の方が増えて、若干土っぽくなっていたところももう完全に白くなっているように見えますね。気温も低めで今、0度下回っている感じです。今日天気予報も曇りのち晴れだったんですけど、今雪が降ってます。まあいい感じで気温も低いので、まあ、保存されるんじゃないかなっていう感じします。今中央クワッドリフト降りたところにいますけども、そんなに思ったよりいい雪って感じじゃないです。ちょっと昨日一昨日あんまり気温低くなかったんで、ちょっと水分多めの雪が踏み固められて、なんか結構硬い感じになっちゃった。だいたい標高600から700メートルぐらいになるんですけど、締まりすぎちゃって硬くなってます。まあ、カービングターンとか練習するのにはいい感じだと思います。もうなんか結構晴れてきましたね。このロマンスリフト側は山頂経由で来なきゃいけないんでちょっと大変なんですけど、その分ですね、人があんまりいないのでなんか穴場みたいな感じになってますね。ここいつも空いてるんですよね。山頂の方はだいたいこんな感じの様子になってますね。やっぱり30センチぐらい積もってるっていう感じでしょうかね。
なんか本当に急に晴れてきましたね。見晴らしも良くなりました。ここから見えるのが石丸山ですね。やっぱりこの辺、今山頂付近は標高1000メートルぐらいあるわけですけど、やっぱり雪は全然いいですね。まあできればやっぱり標高高いところで湯沢町でも滑ってたらいいんですけど、あんまり選択肢ないんですよね。
6時ぐらいまでは雪が降ってたんですけど、天気予報通りに、見事に晴れてきて、いい景色になりましたね。やっぱちょっと心配してたんですけど、2日間雪降ってたんですけど、気温がそんなに低くなかったんですよね。だからやっぱりいい雪かけて、結構こう水分多めの硬い雪になってますね。まあ、でも逆にここで太陽が出たんで滑りやすくなりましたね。さっきまでガチガチだったんで、ちょっと初心者向きじゃないなって感じはしたんです。だんだん緩んできましたね。やっぱ太陽の力は偉大ですね。言うとコンディションがすぐ変わっちゃうっていうことですよね。本当に。感じでこんな感じでゴールということで、まあ午後2時10分ぐらいですね。で、天気予報通り晴れてきました。午前中は雪も降っててかなり硬かったんですけど、太陽が出てくるとやっぱりだんだん緩んでくるんで、このまま夕方にかけてここは柔らかくなってくるんじゃないかと思います。ただ今日明日は結構天気予報では気温低めになってたんで、明日の朝とかナイターなんかはガチガチになっちゃうんじゃないかなって心配ありますね。で逆に、金曜日から金土日月は気温高めの予報になっているので、まあ、少しザクザクになっちゃうんじゃないかなって感じがします。雪の量は十分なので、連休までは月曜日ぐらいまでは十分持つんじゃないかなという感じになってます。まあ、ちょっと一安心というところですね。あとは来週どうなるかっていうのはちょっと心配になってますが、頑張って降ってもらいたいですね。次は、金曜日ですね。あさって金曜日に滑りに来ようと思ってますので、また滑ったら動画の方アップしたいと思います。ユーザーエリアのゲレンデに行く際にですね、参考にしてもらえればいいかなと思います。よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画で。